全どうも、こんにちは、おはようございます。風呂入ってきました。やっと風呂入ってきた。昨日風呂入ってなかったんで。いや、知ってます？このタイトルのやつ。なんか、和田アキ子の曲ですごいバズってるらしいですよ。うん。和田アキ子の曲ですごいバズってるらしい。TikTok とかで。YouTube とかもね、すごい。和田アキ子の公式チャンネル自体全然登録者いないんですけど、この曲だけなんか再生数がすごいみたいで。うん、僕今日初めて知ったんですけど。今日僕あの、初めて知ったんですけど、どうもこんにちは。一応デイリー6位だから、ハロウィンアイテムくださいって書いとくか。ナイスをしといた、どうも。もうナイスはあれですけど、やってないですけど。こんにちは。もう疲れちゃうよな、なんか。やることないし、なんかもう、こじきしてもあんま来る気しないし。こんにちは。おはようございます。どうも、匿名の方。あざす、匿名の方。今日俺電気屋行かねえとなんだ。あ、当たりあざす、特命型。当たり、10円ゲッチュ。こんにちは。
あ、忍者さん、ハロウィンお菓子。あ、レンちゃん、レンちゃん。コジラニャソン、コジラニャソンです。コジラニャソン、コジラニャソンです。お金、もっと欲しい、もっと欲しい。コジラニャソン、コジラニャソン、コジラニャソン、コジラニャ、コジラナソン、コジラニャソンです。コジラニャソン、コジニャラソンです。ハニーじゃめっちゃです。匿名のバターです。と、コジラニャソン、コジラニャソンです。コジラニャソン、コジラニャソンです。すいません、もっと、はじまりさん。あ、忍者さん、レンジャー、あー、来た。風船もどま。レッチャーおかしい。忍者サーダス。来た。ボーナスタイム来た。チャンスタイム。あ、こんにちは、どうも。コジラニャソン、コジラニャソンです。コジラニャソン、コジラニャソンです。君と待っていた、あって、だいって、コジラニャソン、あー、ニャントロさん、レンチャーです。風船もどうも。さ、コジラニャソン、コジラニャソンです。コジラニャソン、コジラニャソンです。あれっす。言い当た。当たりあざっす。ああ、ハロウィン、お菓子レンチャーだっす、風船もどうも。コジラニャソン、コジラニャソンです。コジラニャソン、コジラニャソンです。風船もどうも。赤塚レンチャーだっす。忍者さんレンチャーだっす、アレちゃん。コジラニャソン、コジラニャソンです。コジラニャソン、コジラニャソンです。こんにちは、どうも。コジラニャソン、コジラニャソンです。コジラニャソン、コジラニャソン。音楽かけるか。レンチャン来てる。ハロウィンアイテム。やったー。ハロウィンお菓子レンチャンさす。風船もどうも。ちょっと待って。なんだっけ。赤疲れそうです。あなたに合わせて進化していく。Google 純正チップ搭載で、あなたらしさに寄り添うスマートフォン。風船どう Google Pixel も。6、新発売。どうしよう。ナイスはもう正直絶対無理だし、あとやってないですけど、まあ一応ありがとうございます。あゆきさんからちゃんとお菓子、やったやったに2個だった、やったコジラニャソン、コジラニャソンです。あ、風船もどうも。あ、ハロウィンお菓子2個、やったコジラニャソン、コジラニャソンです。
あー仮想の地球やったーやったーバー専門ともこの曲知ってますね。なんかすげーバズってるらしいですよ。今日僕初めて知ったんですけど、うん、赤ソーフは地区の野菜を記載やったー風船もどうも、うん、音数やるときはない。いや今回すごかったっすよ。まさかの200ドル入金からの9700ドルまで一回行ったんすよ。でキャッシュバック合わせると多分110ドルぐらいは、あ、じゃあ、1万1000ドルぐらいまで行ったんですけど、今1ドル113、4円ぐらいなんで、2万5000ぐらいに入金して、キャッシュバック合わせると、一時だから130万ぐらい行ったんですけど、全部溶けた。まあ結局2万5000しか損してないんですけど、入金したら2万5000なんです。ボーナスがね、うん、200ドル入金すると1万ドル、あの、分離型のボーナスで、なんか来るっていうんで、まあたまに来るんですけど、で、20倍掛けでね、現金化できる。あ、風船どうも。2万5000が130万ぐらいまでいったんですけど、全部解けました。結果2万5000損しただけなんだけど、未経験で正社員ってなんか一回130万までいった分ちょっとなんか精神的ダメージがやばい。サーバー269コローカンの戦場、三島同盟は10万もの大軍を集結させた。ガズの けど、あー、ふわらさんから、やった、しかもボーナス来たー、ボーナス1000ポイントゲッチュー、コジラニャソン、コジラニャソンです、コジラニャソン、コジラニャソンです、やったー、ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。あのね、ボーナスも来た、やった、でかい。ボーナス1000ポイントでかいし、これ換金できるポイントだからね。換金できるポイントだから、これ1000円来てるようなもん。花火2発分ボーナスで来てるだけみたいな感じだから、めちゃめちゃでかいんだけど、うん。ボーナスだけで花火2発分って考えたらめっちゃでかいな。でね、
ちょっと話戻しますけど、うん、なんかとある企業からですね、CM に起用したいですって来たんですけど。これ本当なのかな？これ本当なんですか？あれどこだっけな。これ本当ですか。あれどこだっけ。これか。一応、いやーでもこれどう、ほん、なんか、なんだこれって感じだけど、一応会社名は伏せようかな。はじめまして、私、株式会社、ホニャララ、タレントマネジメント部長の、ホニャララ、まあこれ名前ね、と申します。一度 CM 出演についてお話しさせていただきたいのですが、可能でしょうかって。本当ですかこれ。ツイッターの DM でとある方から来たんですけど、一応これ DM 返してみるこれ。本当ですか？どのような、どういった内容ですかにしとくか。本当ですか？どういった内容ですかって返してみました。これ嘘でしょ。まあ、CM つっても多分テレビ CM ではないと思うんですよ。多分ネット上の多分 CM だと思うんだけど、さすがに。さすがにね。まあそれだったら別に全然あり得るっちゃあり得るんだけど。はっきり言ってなんか売れないタレントとかさ、売れない芸能人とかでもさ、売れない芸能人とか、売れないなんか配信者とかでも、なんか、ネット上のなんていうの、その、ネット上の CM とかだったらやってる人いるじゃん。たまに。だ別に、ありえない話じゃない。まあ、これテレビ CM ではないだろうから、普通に CM って言っても。一応なんかその企業のなんかホームページとかこう、添付されてきてるんですけど。正直この会社の名前は知らなかったな。これ本当なんですかね。あ、パリパリポテトさん、ハロウィンお菓子渡す。これは本当なんでしょうか。わっ、え、これ本当かな。なんか嘘くせえなぁ。この人のアカウント自体がなんか変なアカウントだから、ちょっと嘘くさいね。あ、返信来てないっすよ。うん。いや、100% 釣りじゃない可能性は、いや、だってそんなテレビ CM とかではないんだろうから、多分ネット上の CM だと思うんですよ。ネット上の CM だったら、まあありえない話じゃないんだけど。俺をテレビ CM とか起用する会社あったらビビるよね、本当に。俺をテレビ CM とかに起用するさ、企業あったらマジでビビるんだけど。うん、いや、ネット上の広告だと思うよ、普通に。
結構有名人。いやいやいや、俺なんて有名じゃないですけど、ね、あのね、あの、これ何度も言ってるけど、何度も言ってますけど、YouTube をやってない生配信者の中では、悪名は無名に勝るやつで、多少知られてるってだけで、世間からしたらそこまででもない。まあ多分そこら辺の売れないタレントよりかは知名度あるかもしんないけど、そもそもその売れないタレントとね、あの比較すること自体が、まず売れないタレント自体がど底辺なんで、はあ、光るクラスならいくらでも来そう。いやー、光るもなかなかテレビ CM とかになると難しいんじゃない？なんか一回テレビ CM あったらしいんだけど、そのオファーが。でもなんかあのバリューのね、あのバリューの事件あったじゃん。あれとちょうど被っちゃって、それでなんか結局、あの流れたらしいんですよ、その話。うん。まあ、ロコンドの CM は、あれはどっちかっつうと多分あれ、光るの方から多分行って、出るのかな。まああれ、まあどこまで台本か分かんないけどね。実際あれロコンド側から、あの、最初からあれ CM 決まってて、あれ台本でやった可能性もあるけど、まああの動画が本当だとしたらだけど、あれはどっちかっていうと光側からなんかこう、CM 出させてくださいっていう直談判的なやつなんで、まあどこまで本当か知らないですけど。あ、パリパリポテトサダス、ハロウィンお菓子サダス。いや、光るクラスでもやっぱね、テレビ CM の後結構難しいんじゃない？まあ、てか光るクラスっていうかそもそもなんていうか、知名度は確かにネットですごいあると思うけど、で、世間的な知名度もかなり強いと思うけど、多分ね、あの、本当の多分、ある程度の年齢以上の人は多分知らないし、光るのこと。プラス、あとそのやっぱイメージが正直、そこまでクリーンではないじゃん、光るって。まあ企業が一番、ちょっとね、懸念するのはやっぱイメージですからね。そう。やっぱ大手のね、特になんかコンプライアンスとか意識する、まあ大手企業とかからはちょっと厳しいんじゃない？まあそれこそテレビ出てる芸能人とかですら、あの、はっきり言ってそんなにイメージが良くない人とかには多分来ない企業とか、まあ例えばだけど、コカ・コーラとかさ、コンプラとかめちゃめちゃうるさそうじゃない？まあセブンイレブンとかさ。もう誰でも知ってるような有名企業。ああいうとこはもう本当多分、イメージを本当に特に大切にしそうなイメージがあるので、それこそテレビ出てる芸能人とかですら、ちょっとイメージ悪いってだけでも、あ、この人やめとこうって多分なんじゃない。トヨタ、あ、まあトヨタとかもそうだよね。そう、トヨタだっけ、あの、オリンピックのなんかスポンサーから降りたんだよね、確か。トヨタだ、多分トヨタじゃなかったっけ。あの、ほら、オリンピックがさ、あの、なんだ、結構コロナ禍でやった、開催するってなって、それじゃあちょっとなんかスポンサーでいられないみたいな感じになって、確かトヨタ降りたんだよね。慎吾さんはイメージ悪くないでしょ。まあそのふわっちのね、中ではまだ、どっちかっていうと多少、ふわっちの中である程度目立ってる組の中では多少いい方かもしれないけど、イメージは結構正直悪い方だと思うよ。その、ふわっちが多分極悪非道なサイトだから、その中で見たらちょっとマシに見えるだけで、ふわっちの外から出ちゃうと多分、あの、結構イメージ悪いと思います。あ、みーさん、ハロウィンお菓子です。そうですね。
コジラニャソン、コジラニャソンです。コジラニャソン、コジラニャソンです。ふわっちで配信してってのがイメージ悪いのかな。まあ、ふわっちでやってる人たちは正直イメージ良くないでしょ。やっぱこう、閲覧ある組は結局なんか炎上で人集めたような人たちだし、あと別に閲覧ない、まあ、つまりはその、そういうような配信をしない人でも、まあ、正直さ、なんかもう、なんていうの、まあ、AKB 商法みたいな感じだけど、まあ、ただなんか競わせてアイテム投げさせるみたいな、まあ、正直、イメージいいか悪いかって言ったら多分悪いと思うね。でも AKB とかはさ、なんていうの、その、それうまく多分ごまかしきれてるんだよね。まあ、結構やってることはエグいんだけど、AKB のあの CD の売り方とかも。で、まあ、一部からやっぱ批判されたりもするんだけど、なんか結局あの人たちってさ、なんかちゃんとしたそのエンターテインメント一応届けてるじゃん。確かに売り方エグいかもしれないけど。結局やってること一緒なんだけどね。AKB 商法と一緒なんだけど、ふわっちも。まだなんかそのちゃんとした一応 CD という商品を一応売ってるわけだし。プラスあのほらちゃんとダンスとかね、歌とかも、こう練習して、まあ、エンターテインメントとしてライブとか開いたりとかして、一応ね、踊りとかもちゃんとできてみたいな。だからうまくごまかせてるって感じだよね。ふわっちの人たちってそれをごまかしきれてないっていう感じだよね。どっちかっつうと。だから何もしないでただこじきしてるだけみたいなイメージが多分強いから、まあ、うまくごまかすかごまかさないかっていう、エンターテインメント性があるように見せるか見せないかの多分違いだとは思うんだけど。まあでも決してイメージがいいか悪いかで言ったらそんないい方ではないと思います。どうだろうな、別に俺ふわっちの中でもそんなイメージいい方ではないかな。どうなんだろう。ああ、お腹すいたな。今、ダイエットしてるんですよ。お腹すいた。今日は、配信で朝食べた、スーパーのあれしか食べてない。混ぜご飯みたいなのしか食ってない。しかも、量かなり少なかった。どうしよう、次枠行こうか。でもね、俺ね、2キロぐらい痩せましたよ。3日か、4日かな。4日、5日ぐらいか。4日、5日ぐらいで、2キロぐらい痩せました。4日、5日、ほとんどものを食べてない。基本1日1食で、そしたら2キロぐらい痩せた。まあ多分一時的なもんだと思うけど。こんなダイエット多分続かないと思うんですけど。一回ね、これぐらいの服着た状態で 62.7 ぐらいまで行ったんだけど、今 60.7 ぐらいだったんで、2キロぐらい痩せた。どうしよう、次枠行くか。次枠行きますか。ああ、お腹すいた。もうダメだ。なんか食べたいな。でも太っちゃうな。ああ、お腹すいた。次行くか。